どうもどうも。では今日はこのフルボイスクソゲー RPG シリーズの前回やったやつの2作品目をやっていきたいと思います。前回のやつめっちゃおもろかったんで楽しみやなーっていう感じで、で今回やるのがこのフルボイスクソゲーの2番煎じってやつが2ですね。それではフルボイスクソゲー2番煎じの始まり。かっこええなっとるな、なんかちょっとだけ魔王魔王ハーク、ハーク、何その言い方、それだけもっとなんか言えや。魔王なんてやつはクズだ、今すぐ消えて叱るべきだ。これ奥さんやよね、あなた頑張って。嫁、あなた頑張って。魔王なんてやつはクズだ、今すぐ消えて叱るべきだ。なんかちょっと声がさ、いい声になった気がするよね。頑張れ。歌になっとるんかい。負けるな。音程一緒やし。お前もか。歌いながら寝るな。もう。やめとけ。あ、カッポは一緒やね。クソみたいなフィールド。前回も一緒ですね。これはね。お、ラインナップ一緒やな。どれから話しかけるか迷うけど、前回子供、前回と一緒でいっか。子供。子供の声変えてきた。前回子供ものぶとい声やったのに。これブライアンじゃない？俺が戦士ブライアンだ。うん、知っとるよ。前も一緒に戦ったやん。個人的見解および社会貴様では力不足だ。今回マジ？個人的見解および社会的個人的見解および社会的。ああ、もう言わんのやね、一回目しか。マジか、ブライアン首？一人で行かなかんの？わしの名は、小汚い村長。いや、村長の言い方。小汚いってどういうこと？長が、そうって言ったけど。小汚い村長が仲間になった。お、今回は、村長仲間やったんか。前回黙れ言われとったのにな。次期村長選での皆様の清き一票をよろしくお願いいたします。なんか滑舌悪いな。なんか熱でも出とんか。黙れ。まあやっぱそうなんや。あ、村長仲間になったね今回ね。レベル1やけど HP めちゃくちゃ高いな。いくつあるんこれ。9999。あれ今回魔法覚えてないね。あ、でも頑張ってキルは覚えとるな。え、小汚いパンチ。パンチ武器持たない。あれ装備ないね。え、いきなり攻撃力500あるやん。めっちゃ強ない村長。勇者より全然強いやん。勇者今回はいきなりドラゴン装備やで。おうおうおう。なるほどな。アイテムは、このくすげーをシェアしてくれたら嬉しさでおかしくなっちゃう。何これ。あ、こっからツイートできるってことなのかな。なるほどね、多分ね。いらっしゃいませ。全回復屋？前回道具屋さんやったんやけどな。お金 99万。
9999。え、全回復1円。全部回復。はっきりわかんだね。はっきりわかんね。あ、かんだわ。あかんわ。はっきりわかんだねってどういうこと？まあ、でも10個ぐらいじゃ買っとくか。ありがとうございます。うん、肝心なとこで噛むよな。とても全回復した。OK。村長がさ、武器とか装備ないけど、大丈夫な？何にもつけてないけど、カチャって言うとる。まあ、しゃあないよな、ないものはな。OK。まあでも村長元からかなりステータス高いもんな。防御力116。あー、攻撃以外が激弱やね。こう汚い村長でしょうがないか。じゃあ早速な、行ってみようか。前回よりもめちゃくちゃすごない？作られとるけど音楽がないのは一緒やな。特に調べるところはないっぽいな。なんかおるで。なんかデーモンみたいなのがおるわ。まあ行くか。フシュルルル、俺の名は生臭いミノタウロス。生臭いっている？勇者め、ここから先へは行かせんぞ。ピーン。オッケー、戦おうか。前回は必殺技ミレヘなんだでな。前回も頑張って切るっていうやつじゃなかったかな。敵単体を諦めずに粘り強く切る。オッケー。村長は、そうやな、村長殺法行くか。小汚いパンチな。火炎の息。直撃させる。おおお、かっこいい、かっこいいやん。くらえ、小汚いパンチ。パンティー言っとったけど。次普通の攻撃してみようか。え、毒の牙。あー、勝てた。弱すぎるんよ敵が。勇者ハロルドたちの勝利。3000の経験値を獲得。お金を 2500G 手に入れた。勇者ハロルドはまたレベル8や。毎回レベル8やで。殴る？殴るの方が弱そうやけどな。小汚い村長はレベル8に上がった。命乞い？小汚いな。うわ、獅子がよじれて。獅子だけに獅子がよじれるってな。わはは、腹がよじれるわ。かけるな、かけるな。うわ、もうダメだ。助けてくれ。なんかさ、敵の方の声もうちょっと頑張ってと思うけどな。棒読みなんよね。もっとだ、もっと聞かせてくれ。君の悲鳴が奏でるレクイエムを。勇者、勇者な。お前勇者な。うぎゃ、苦しいよ。俺が悪かった。助けてくれ。飽きたわ、じゃあさいなら。うへえ、そんな、うぎゃ。マジ容赦ないな、この勇者な。命乞い覚えたな。命乞い、ん？命乞いって攻撃なんか ATK アタックってついてる。で、問題なのが勇者のさ、頑張って切るよりさ、通常攻撃の方が強いような気がするんやけど、気のせいかな。殴るの MP の消費量がやばいな。72も使うで。
待って、レベル上がってよかったな。レベル上がってなかったら村長は10やのにな。ただ殴るだけやのにそんな MP 使う？あ、また仲間になるで。あ、エイダやん。滑舌ある。おいおいおい、何も言わんのかい。ほいしかやってないやん。じゃあ代わりに、私魔術師としての責務を果たしたいと常日頃から思ってるから、再び私を仲間にしちょうだい。魔術師エイダが仲間になった、うん、俺がハロルドだ、よろしく頼む。ハロルド買うとこやってないんやよな。めでてえな。どっかで聞いたなそれ。生かけはおやつに入りますか、バナナは私に入りますか。どういうこと。いやエイダーのレベルが前回よりもさらに上がってさ、見切れてない？レベル999999で HP も MP もさ、もうもはや見切れとるよなこれな。999999なんじゃない？壊滅魔法やって、一発で壊滅できそうやね。装備は前回と一緒な気がするね。イニシエ装備じゃなかったっけ、違ったっけ。ステータスカンストしとるな。99999ん、凶悪な力と引き換えに精神が崩壊してしまった。エイダ闇落ちってことなんかな。戦闘時に興奮して脱衣する癖がある、割とマッチョ。暇つぶしで世界を救う勇者、サディストでサイコパス。あー確かにな、そんな感じするわ。よし行こうか。今回はトールだけでぶっ壊れとるけど。トールオッケー。魔王女行くで。お、うわぁ、貴様を倒すために地獄邪魔だ。やっぱりか。やっぱそうなるか。まだだ、貴様を倒すも、うるせえよ。一応入っとくな。すごく全回復した。これって魔王と戦わずにここ行けんのか。前回は速攻魔王に話しかけたでな。でもなんもなす、え、あ、敵と普通にエンカウントするんや。じゃあナグル使ってみるか。ベヒーモ、ベヒーモスかわいいね。サボテン生えとるけど。命乞い。壊滅魔法って MP。強っ。これ使ったらかんな。あ、ソーレソーレ言うとったけど。すごく頑張ってキル覚えた。フレイム2覚えた。小ぎじゃない村長はレベル232に上がった。村議会パンチを覚えた。エンカウントするんやね。なんかもう一回ぐらいエンカウントしてみたいけど。おー、複数出たね。村議会パンチ。トイレに行った後洗ってない手でパンチする。命乞いをして敵単体の、あ、攻撃力下がるだけなんやこれ。次の村長選挙でも皆様の清き一票をどうぞよろしくお願いします。これ絶対なんかそんな風なこと言うなこれな。とりあえず命乞いをやってみるか。で、壊滅魔法は強すぎたから一応普通の攻撃やな。次や。フレイム2強っ。
すごい経験値の量やけど。いくつこれ590、いや5999万9994、やばいな、レベル1000超えたけど。小汚い村長はレベル1352に上がった。これめちゃくちゃ強くなったんじゃない。もうやばいやばいやばい、ステータスの上がり方が半端ない。魔法力だけ低いな、異様に。え、やばない？こんなことしとったら魔王を簡単に、魔王を一発で殺してしまうんじゃん。村長は HP カンストなんやね。9999以上はいかないっぽいね。ハロルドは上限突破しとるけどな。もうこれが最大っぽいな。2000しただけで現在の経験値えらい桁やな。やばいってこのゲーム。なんかもうちょっと戦ってみたいけどな。でも魔王を一発で殺してしまいそうで怖くなるな。不意打ち？あ、これミミックなんやね。そうやな、攻撃で地道に倒してみようか。ついめっちゃ強いで。ほんまに、ちょっと必殺技な、魔王に取っておきたいでな。勇者ハロルドはレベル2473に上がった。あかんやろこれ。どんどんレベル上がってく。もうこの辺で魔王いとこやな。うわはは、私が第二の魔王だ。お足元の悪い中よくぞお越しいただいたぞ勇者め。めっちゃ礼儀正しいやん。貴様が第二の魔王か。脳かきはいいからさっさと突破しめようぜ。命のやり取りを。愛すべき村の平和を守るため、わしは戦うぞ。覇気ないな、おい。なんか私の名前は石原ですか。距離なら入りました。絶対下ネタやん。やめとけ。どうしようかな。なんかすぐ勝ってしまいそうな気もするんやよな。とりあえず殴ってみて、村長殺法は命乞い一回するか。でエイダは強すぎるで防御。貴様が殴ってくそ。それでも一発か。また最後まで見れなかったな。勇者ハロルドはレベル2659に上がった。小汚い村長はレベル2659に上がった。バカな、なぜこの私が敗れるというのか。私が滅びようとも第3、第4、第 N の魔王が現れ、必ずや貴様らをグフ、もんげー。よし、帰ってラーメンでも食うか。あ、めっちゃ朝飯前みたいな感じや。おう、勇者ハロルドよ、よくぞ憎き第二の魔王を粉砕してくれた。食っとるかな。お前、王様の目の前で、王様の眼前やぞ。オイスターの神が私を呼んでいます。ああ、生ガキ。生ガキ好きなんやな。俺もめっちゃ好きやけどな。村長、ちょうちょ。どういうこと、なんでちょうちょな。よし、勇者ハロルドよ、
もうめぼしい褒美とかないし、図書券でもプレゼントするわ。まあ、しゃあないな。前回めっちゃくれたでな。どうぞ勇者様。お、君なかなか可愛いね。今晩一緒にどう？奥さんの目の前やろ。やめとけよ。こうして世界にかけがえのない平和が訪れ、勇者ハロッチは嫁と12人の子供たちと愛人とその愛人との間に設けた18人の隠し子様に幸せな余生を過ごしますさ。おひたし、おひたし。違う違う、めでたしやって。間違えとる。 BGM 鳥羽シンドローム様、 BGM を録音したのですが SE とかぶってはちゃめちゃになったのでボツになりました。 SE ルカスケパリキマン。プラグイン、ヤンフライ様、ウロロコ様、トリアコンタン様、クラブボン様、宇宙人様。今回は朗読してくれる。勇者ロールド、ぬかづけパリピマン、こぎてない村長、ぬかづけパリピマン、魔術エイル、ぬかづけパリピマン、戦士ブライアン、ぬかづけパリピマン、王様、ぬかづけパリピマン、召使い、ぬかづけパリピマン、嫁、ぬかづけパリピマン、みんなまくさい、ミノタウルス、ぬかづけパリピマン、暗黒騎士、ゾウ、ぬかづけパリピマン、ダルディ、ナバオ、ぬかづけパリピマン、兵士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 、兵スペシャルありがてえ、父と母とシルドレンの皆様。ありがとう。チュって言ったな、最後。なになに、今回は実写映像出てきたけど。自分へごめんこんな大人になってしまって。幼少期の自分の写真出してきたが、やるな。ん？あれ昔のセーブやね。あ、セーブデータ一緒なんやな。もう一回プレイするなんて水凶な真似はしません。面白かった。